オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は俊介先生です。では早速お聞きください。Bonjour à tous, c'est 俊介。皆さんこんにちは、俊介です。フランスでは5月11日にロックダウンが条件付きで解除され、日本でも緊急事態宣言が解除された地域もありますが、まだまだ不要不急の外出を控えていると思います。そのため長らく友達に会っていないという方も多いのではないでしょうか。緊急事態宣言が解除されて久しぶりに友達に会ったら、友達の髪型が変わっていたなんてこともあるかもしれません。あれ、いつもと髪型が違うな。そう思った時にフランス語で表現するにはどうすればいいでしょうか。というわけで今日のテーマは、見た目から気づいたことを伝えるです。さて、本日のアルカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕俊介がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、5月にデビューされたグレゴリー先生をご紹介します。Allez, c'est parti pour la leçon. さて、早速レッスンを始めましょう。皆さんは友達と会った時、明らかに髪型が変わっているな、と思うときに、その友達に何と言いますか？まずは日本語で考えてみてください。髪型変えたね。こんな感じでしょうか。それではこの文をフランス語にしてみましょう。まず髪型はフランス語で coiffure と言います。何々を変えるは changer de。と言います。これらを組み合わせると Tu as changé de coiffure となります。でもこれだと君は髪型を変えたという意味にしかなりませんね。友達の髪型がいつもと明らかに違う、そういう時は髪型変えたねと言います。つまり君は髪型を変えただけだと、この髪型変えたねのねのニュアンスが出せていないのです。このねにはきっとそうに違いない、見ればわかるという意味が含まれていますね。ではこれをフランス語で表してみましょう。こういう時フランス語ではさすはクチュアシャンジェルカフューと言います。ポイントは出だしのさすわくです。ここで使っているのは voir、見えるという動詞の代名動詞se voir で、見て取れるという意味です。さすわくで、何々と見て取れるという意味になります。これを先ほどの tu as changé de coiffure、君は髪型を変えたにつけると、髪型を変えたことが見て取れるという意味になります。こうすることで、髪型変えたねのねのニュアンスを出すことができるのです。それではもう一度発音してみましょう。髪型変えたね。さすはくちゅあしゃんじぇどこはふぅ。Ça se voit que tu as changé de coiffure.
ça se voit que tu as changé de coiffure. このように、ça se voit que をつけるだけなので、それほど難しくありませんね。それでいて、表現がずっと豊かになっています。ちなみに、ça se voit は文の後ろに付け足すこともできます。今の例文だと、tu as changé de coiffure, ça se voit という具合です。これで髪型変えたね、見ればわかるよという意味になります。この形もよく見かけるので、ぜひ使ってみてください。それでは、ça se voit que を使って、もう一つ別の例文を作ってみましょう。今度は僕がアンサンブルのレッスンで、生徒さんを褒めるときに使う表現です。生徒さんが熱心にフランス語を学習しているなと思ったときに、頑張りましたねの意味を込めて、とてもよく勉強されていますねと言います。さあ、これをフランス語でどう言うでしょうか。あなたはよく勉強しましたは、Vous avez bien étudié ですね。では、よく勉強しましたねはどうでしょうか。そういう時は、Ça se voit que vous avez bien étudié と言います。熱心に勉強しているのが見て取れるということなので、文の最初に先ほどのさすわくをつければいいのですね。この例文では相手は生徒さんなので、ぶを使っていますが、主語をちゅに変え、動詞もそれに合わせて活用させれば、子供や友達にも使えます。その場合は、ça se voit que tu as bien étudié となります。頑張ったねと相手を褒めてあげたいときに使ってみてください。それでは先ほどの文を発音練習してみましょう。よく勉強しましたね。頑張りましたね。ça se voit que vous avez bien étudié. ça se voit que vous avez bien étudié. ça se voit que vous avez bien étudié.いかがでしたか？今回のように知っておくと役立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアント。俊介先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。本日は5月7日にデビューしたフランス人講師グレゴリー先生をご紹介します。学生時代にボルドー大学でワイン醸造学の修士号を取得し、実際にワインの生産に携わったことがあるグレゴリー先生。ワインについての知識はもちろん、ガストロノミーにも大変詳しい方です。落ち着いた雰囲気と優しい笑顔で生徒をリラックスさせ、心地よく内容の濃いレッスンを展開します。グレゴリー先生の魅力は何と言っても、質問の仕方が巧みでわかりやすいことです。とにかく生徒の話を引き出すのがうまいので、生徒は楽しい気持ちのまま、おのずと知っている文法や単語を使って、アウトプットのトレーニングができてしまいます。レッスンの受講を通して、
確実に上達を実感できるので、学習のモチベーションがさらに上がります。ワインや料理に興味がある方はもちろん、会話力を鍛えたい方にもおすすめの講師です。楽しく会話をしながら確実に表現力が鍛えられるグレゴリー先生のレッスン、ぜひ一度受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。